こんにちは、カンナマです。今日はマネージャーさんにとある場所に連れてきてもらいました。どうも。どうも。深夜2時にめちゃくちゃ LINE するのやめてもらって。痩せたいんです。手っ取り早く痩せたい。自分で六本木でジム持ってる奥様もちゃんといる。あら、ちゃんとしたマッチョ。服着てる。服着てる。服着てるが一番でかい。しかも資格もちゃんと持ってらっしゃる。マッチョなので、まあその方にせっかくですから、まあ、たくさんの女性もね、カンダマチャンネル、カンダマ劇場見てますので、はい、どうやったら痩せるかって疑問とかも、はい、もうね、あっちにいらっしゃる。あら、行っちゃいますよ。こんにちは。いらっしゃいましょう。マッチョってみんなあれやるの。もうそろそろやだ。本日は、ででん、マッチョ増えていないのウィークマッチョ、キセイです。イエスイエス。ちなみに筋トレはこちらで見れます。見てください。言っていいのか分かるんですけど、サイヤマンさんのよりね、パーンしてる。いや、これはあのね、上田さんでかいんです。ちょっと見せてもらっていいですか。本当でかいですよ。ほら、何マッチョみんな脱ぎたがりなんですか。まあ基本そうマッチョするです。じゃあ早速、はい、聞いちゃっていいですか。もうどんどん聞いてください。僕に任せてください。私今ノンアルコールビールにしてるんですけど。おお、素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。素晴らしいじゃないですか。効果はありますか。もちろんあのアルコールの代わりにノンアルコールを飲んでらっしゃるということですよね。そうです。基本的にですね、アルコールって体にとって毒なんですよ。アルコールを摂取しないってことはダイエットにおいてもう最大の大事なファクトでございますから。アルコールで太るとかではなくて体に悪い、はい、そうですよ。そうです。体っていうのはその、まあ、要はいろんな日常生活をしていく中で疲れが溜まっていくんですね。その疲れがどんどん体に溜まっていくと結果的にはその体の状態が悪くなっていくわけなんで、それをしっかり毎日毎日睡眠をとって疲れを解消していかなきゃいけないですね。知らず知らずのうちに疲れっていうのはどんどん溜まっていって、で疲れが溜まっていけばあのどんどん代謝が悪くなってきてしまうんですね、はい、なのでいつの間にか一生懸命食事を頑張ったりトレーニングを頑張ったりしてるのになかなか痩せないっていうのは結果そういう可能性が高いと。ちょっとごめんなさいね、はい、先生ね、マジで聞きすぎてカメラ忘れてるでしょ。先生あるあるね、のめり込むとそっちしか興味なくなるやつ。男もそうだから。ただですね、一応アルコールにも一応あるいい面もあるんですよ。ストレスを解消してくれるっていう、その場でもストレスを解消してくれるっていう、まあ、効果はやっぱあるんですね。メリットとデメリットをどのぐらい自分の中でちゃんと感知できるかっていうんですかっていうのがすごく大事です。昔18時以降食べないダイエットすごい流行ったんですよ。ありましたね。ありました、はい、でも仕事してる身としては夕飯がもう絶対20時、はいはい、21時になるじゃないですか、ね、で、はたまたあの寝る何時間前までなら食べて OK みたいな。ありました、あるじゃないですか、はい、どうなんですか。先に結論から言うと食べても問題はないんですけども、食べる量、食べるカロリーですね、カロリーと成分は気をつけた方がいいという感じですね。成分はなるべくタンパク質をメインにしていただくといいかなという感じですね。代表的なタンパク質は何ですか。まあ、代表的なで言うとどうしてもあのコストとかを考えた場合にやっぱり鶏の胸肉が一番コストも安いですし。胸肉。そうです、そうです、そうです。サイヤマンさんも言ってた、はい、胸肉。そうなんですよ。マッチョたちがなぜ鶏の胸肉を大好きかというと単純に安いっていうのがでかいんですよ。安くてタンパク質の含有量が高い食材が鶏の胸肉なんですよ。ですって、はい、今日から食べるお肉の種類を胸肉に変えるだけで効果が出る可能性は高いですね。はい、何でもかんでもブロッコリースーパースプラウト持ってくる場合じゃないよ。そうですね。ブロッコリースーパースプラウトは、はい、でも栄養価高いって言われるじゃないですか。まあ、栄養価高いですけれども、まあ、抗酸化作用も強いですし、あとあの肝臓の解毒作用にもあの何でしょうね、効果をあの、まあ、そのプラスの効果を出すんですけども、ぶっちゃけサプリメントで取った方が早い。
ちゃんとした効果を得るためにはブロッコリースプラウト1日ですね 500g ぐらい取らなきゃいけないんですよ。ちゃんとした体にちょっと取って影響のあるぐらいの摂取ないじゃないですか。ブロッコリースプラウトの栄養成分を摂取するためには無理なんで。無理です、はい、お金ついていかない量も 500g ですからね。半端ないく取らなきゃいけない。無理だろって話なんですよ。そしたらサプリメントで1日1粒取ってたら十分です。1粒、はい基本的に世の中にサプリメントで置いてないものってほとんどないんで。マッチョの皆さんすごいおっぱい大きいじゃないですか。あ、はいはいはい、多分その辺の貧乳女子よりも全然あるんですけど、はいはい、胸に効く食べ物あります？あ、ないですね。ない。女性もその筋トレをすれば、はい、ちょっと難しいかもしれないですね。難しい。どうしても胸が欲しい方は、はい、もう豊胸です。そうですね。ただ形を変えたくないと、うん、まあ、垂れさせたくないとかいう方は筋トレ、その大胸筋の筋トレがある一定の効果を、はい、出すことは可能だったりするので、なので、まあ、その大胸筋を鍛えるっていうのはその将来的に胸を垂れさせないっていう意味では効果はあると思います。へ、はい、胸垂れないのは女性にとって大事ですよ。大事ですね。大事ですけど私は無縁ですね、はい。え、次行きます。次行きます。次行き、化粧のりが悪い人が結構あるんですけど。ああ、はいはいはい。そういう筋トレとは関係？筋トレとはですね、そこまで関係はないですかね、うん、どちらかというとそのホルモンのバランスだったりとかの乱れ、疲れによってもかなり乱れてしまうんですよ。それによって肌のツヤが悪くなったりとか、むくみが発生しやすくなったり。ちなみにむくみは筋肉あった方がむくみづらいとかってあるんですか？あ、それはもちろんあります、ね、あるんですか？はい、むくみっていうのはやっぱ水分が溜まっている、滞留している状態ですから、なので筋肉多い人の方がやっぱり筋肉のポンプが強いですから、むくみにくかったりとかもありますね。デスクワークなんですけど、はいはいはい、ずっと同じ姿勢なんですよ。そうですね。筋トレないですか？ああ、その座りながらできる筋トレですか？そうですね、座りながらできる筋トレでいうと、そのお腹周りですかね、はい、はい、そのしっかりと背筋を伸ばしていただいて、でその時にお腹をですね、ちょっと引っ込めるような感じっていうんですか、キュッと引っ込めるような感じ。力入れちゃっていい？はい、力入れちゃって、でそのまま、その時に肩に力が入らない、この僧帽筋ですね、そうそうそう、しっかり下ろして、お腹だけちょっと引っ込めた感じで、お腹と背中でキュッと押さえるような感じですかね。その姿勢のままキープしていただくという感じです。これでパソコンいじってたら、そうなんですよ、そうなんですよ。ここだけでしっかり。きついし、旗から見たら超姿勢いい人。そういうことですね。筋肉つけるっていうのは、むくみを取るとか、そういうもので何かありますか？ありますよ、めっちゃいいのがありますよ。これだったら誰もできるみたいです。何ですか？お風呂に入る。え、私お風呂めっちゃ好きです。まあそういう方にすげえおすすめの、入り方があるんですよ。入り方、え、なんですか？私結構詳しいっすよ、お風呂の入り方。交互浴って言って、ま、ず出たり、あー、そうですそうです、お、正解とあれ何がいいかっていうと、その体の深部までその温めることができるんで、血流をかなり促進することができるんですね。で特に女性の方の場合だと、子宮の周りの筋肉ってなかなか鍛えられないんで、どうしてもどん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 退化してしまって生理痛が重くなったりもする可能性が高くなるんですね。つまり生理痛が軽くなるってことですか？可能性も高いんですね。疲れたなーっていう時にはこの交互浴を1回入って出て、まあ、その冷たいシャワーを全身に浴びてっていうのを2回2回繰り返していただくだけで、多分その日の夜も睡眠の質がぐっと上がって回復力はかなり高まっているので、疲れがすっきり取れると思います。ちなみに温度の設定は、僕は推奨するのは最低40度以上ですね。できれば暑ければ暑い方でいいと思いますよ。へえ、これだけでもガラッと変わると思いますので、ぜひお試しください。何やってるんですか？体幹トレーニング。先生、はい、どうでした？いやー、すごい勉強になりました。すごい勉強になりました。勉強になりました。すっごい勉強になりました。じゃあよかったですね。私本当に筋トレも教わったし、まあだるがりの私ですが、やれる日はやろうかなと。交互浴は毎日多分やる。
え、マッチョの人って何なんですか？いや、わかんないです。これうちのマッチョだけかもしれないです。女性の皆様、夏まであと1ヶ月です。この動画を見てやる気を起こし、ダイエットし、くびれをゲットし、いい男をゲットしていきましょう。というわけで本日の神奈川劇場終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日。